水道、下水道の民営化と再公営化。なお、この音声は三橋貴明本人のものではありません。今年は日本政府による公共サービスの売却という売国一部企業投資家に対するレントの提供が一気に進みそうな状況です。公共インフラの民間売却容易に、自治体の負担軽く。政府は地方自治体が運営する公共インフラの民間への売却を促すため PFI 法を改正する。上下水道や公共施設の運営権を売却する際、地方議会の議決を不要にし、国から借りたお金を前倒しで返すことも認める。公共インフラの老朽化が進む中、民間の資金を使った低コストの運営に転換し、公共料金の引き下げも視野に入れる。政府は昨年、PFI 推進の行動計画を改定し、インフラ売却などの合計額を22年度までの10年間で21兆円とする目標を掲げました。つまりは、21兆円の国民の資産が売り払われ、外資系企業を含む特定企業や投資家の利益の源泉と化すわけでございます。改めて、スティグリッツ教授の言葉を掲載します。アメリカの政治制度は、上層の人々に過剰な力を与えてしまっており、彼らはその力で所得再配分の範囲を限定しただけでなく、ゲームのルールを自分たちに都合よく作り上げ、公共セクターから大きな贈り物を絞り取ったからだ。経済学者はこのような活動をレントシーキングと呼ぶ。アメリカではすでに相当に進んでしまったレントシーキングの大波が今日本国に押し寄せているというわけです。ゲームのルールを自分たちに都合がいいように作り、公共セクターから贈り物を絞り取る。そのためには政府の諮問会議に経営者が民間議員として乗り込み、国民の代表である国会議員の頭越しに政策を推進する。種子法もそうでしたが、国民の安全や豊かさを追求するためにはコストがかかるのです。そこに利益という発想を持ち込んではなりません。日本の種子が素晴らしい。具体的には、有料で多種多様な種子が安価に農家に提供されていたのは、国民の税金で支えていたためです。あるいは、日本の水道や下水道サービスの品質が素晴らしいのは、利益ではなく、国民の生活を求めてコストが費やされてきたためなのでございます。そこに利益を追求する民間事業者を参入させる。いかなるへりくつをこねようとも、利益を追求する限り、公共サービスの品質は下がるか、もしくはサービス料金が上がらざるを得ないでしょう。というか、その種の事例は世界に満ち溢れており、世界的な趨勢は、水道、下水道サービスの再公営化なのでございます。特にアメリカ、フランス、ドイツなどの先進国において再公営化が進んでいます。パリやベルリンといった大都市の水道も民営化されていたのが再公営化されました。再公営化の理由は様々ですが、とりあえず水道、下水道民営化の謳い文句の嘘が明らかになったことが決定的でした。具体的には民営化により管理運営が劣悪になった。投資の不足。事業コストや水道料金をめぐる対立。水道料金の高騰。民間事業者に対する監督が困難。財務の透明化欠如。人員削減。劣悪なサービス品質。などになります。失敗が明らかになっているにもかかわらず、日本政府は民営化を推し進めようとしている。結局、安倍政権が日本国民のためでなく、一部のレントシーカーたちのための政権であることが、種子法廃止や水道、下水道民営化の動きを見てわかります。